こんにちは天馬アカデミー堀秀夫です今日はね、えー、ちょっと転売、転売に全く無関係ってわけじゃないですけど、まあ、不動産ね、えー、自宅としてマンションや戸建てを買うべきか借りるべきか、まあ、それについてね、えー、ちょっとお話したいと思います。まあ、会員さんでもね、家を買ったとか、まあ,あの儲かったお金で不動産投資したいとか、まあ、たまにそういうお話聞くんでね、えー、まあ、おかしなものを買ったり、えー、あるいはね、えー 買った方がいいのに、まあ、高いとこを借りちゃったりしないようにね、えー、参考にしていただければと思います。まず、賃貸は家賃を捨てるだけ、持ち家は将来資産になるはフェイクという、ねえー、記事を読みました、フェイクだったと。で、この方はね、牧野さんって方は、もう、えー、賃貸派でね、えーまあ、ごく一部の例外を除いては、もう賃貸はいいと。 買うと、えー、リスクばっかり増えるというような話なんですけど、まあ、よくね、えー、住宅情報の雑誌とか、まあ、こういうファイナンシャルプランナーとか、不動産の、ね、専門家という人が、まあえー、買った方がいいか、買わない方がいいかという話をしてるんですけど、まあ、なぜ一緒くたにも不動産、自宅を、ね、買った方がいいかどうかという話をするのかなというのをね、えー、いつも不思議に思います。というのがね、 これ例えば、まあ、不動産の中古マンションの首都圏の、ね、価格変動率なんですけど、まあ、下がったり上がったりしながら、ねまあ、そんなに動いていないというような、ね、データがありますただこれ、このデータの中には、ね、読み取れない、えーまあ、倍になった物件もあれば、ね、半額に下がった物件もあると。 でなんか不動産っていうとね、えー、もう全体的に不動産っていう売り物があるのかのように、えー、一緒くたにしてますけど、株式市場と一緒でね、えーまあ、いろんな銘柄があるといろんな家があります、ねえー、人気地域の優、ね、良、えー、物件もあれば、不人気地域の不良物件もあると、でね、日経平均株価自体も、まあ、上がったり下がったりしてね、まあ、これ見るとほぼ横ばいというような感じなんですけど。 個別で見れば10倍以上になった株もあれば倒産して紙くずになった株式もあるとで、まあ、その中で国自体が成長していれば適当にたくさんの会社を買えばね儲かる可能性が高いしかし国,国自体が成長していない場合は値上がりする会社を買える可能性が低いといった意味では、ね、上がっていく株を見つけるというのはまあなかなか難しいものなんですけど。 まあそういった意味ではね不動産も国自体が成長してないし、まあ、まして人口も減少していく中で日本で不動産を買って投をする可能性は低いと、まあ、そういった意味じゃね、えー、持ち家は、えー、資産じゃないというのもまああ、ま、ながち間違ってはいないと、ね、しかし、まあ、人気物件のね、えー、人気の住宅地の有料物件に果たして賃貸で入居することが可能だろうかとね そそもそもね、賃貸比率の高いいい物物件件はは有料物件とは言えない場合が多いです。これね、賃貸併設の、ね、住宅とかね、まああの、あんまり家を売り返したことない不動産の営業マンとか、えー、分譲している営業マンに言うとね、何か無きになって否定したり、ねえー、不機嫌になったりしますけど事実として、えー、賃貸比率の高い物件は、えー、あんまり状態が良くないのが多いです。 そんなわけでね、まず買った方がいい場合と買わない方がいい場合、両方あります。ね不動産っていう売り物はないわけですから、個別の物件、個別の事情によってね、買った方がいい場合と、買った方が、借りた方がいい場合があります。まず、一等地の有料物件に住みたい場合、ねこの場合、賃貸物件自体が少なかったりね、賃貸が出てても、まあ、大家がやかましくて、入居審査を通す、通るのが難しい場合が多いと。ね 上場企業の法人契約じゃない,きゃいけませんとかね、まあ、そんなのよくあります、まあ、そうなるとね必然的にもう、あのー、この物件住みたかったらね、えー、売り物が出るのもって買うしかないという場合が、えー、ありますねもう住みたかったその場所あるいはそこに住みたかったらね賃貸ないから買うしかないとあるいはね賃貸の場合審査やかましいから買えるなら買っちゃった方が手っ取り早いという場合があります でそれからインフレが進む場合ね、これね、買った方がいいか、えー、借りた方がいいかの議論をしている中に、インフレっていうのは全く出てこない場合が多いですね。まあ、インフレ率をどのように見るかっていうのが難しいってこともありますし、あるいはね、過去20年、えー、デフレ傾向なんで、まあ、インフレっていうとね、えー、売るための方便でしょうとなっちゃう場合が多いってこともありますけど、まあ、じゃあ逆にね、インフレになったとき、えー、賃貸で住んでてね、 えー、家賃がインフレに応じて増える分所得も増えるのかと、ねえー、例えば家賃が4倍になった時所得も4倍になるとは限らないと、ねまあ、この辺を考慮してない場合が多いですねそれと相場の70%以下で買える場合、ねえー、これ実際ねよく出物はないっていいますけど一般的な人のね、えー、決断するスピードとかあるいはね、えー、不動産をいくつ買うからどういう情報が来るかとか ということを考えると、えー、あんまり出物はないことがあるんですけど、まあ、新築の場合ね、出物が出てても出物だって気づかない場合も多いと、あると、まあ、そういった意味でね、相場より安く買えるんだったら買った方がいいと、でこれ、先ほどのインフレの市場ですけど、日銀の資料ですね、40年、昭和40年の1万円を今のお金に換算すると、どのくらいになりますかと。 これちょっと古い記事なんでね、ざくっと50年と考えてください。50年前、1万円は今でいうといくらと。この答えもなかなかね、分かりやすいようで分かりにくいんですけど、何を、どの物価を見るかによって違うというのを書いてありますけど、2倍だったり4.1倍だったりと、2万から4万だと。少なくとも50年以上前のね、50年経てば物価倍になっていると。 低めで見てねで。もしかしたら4倍になってるということなんですね。そう考えると、今家賃が20万だと思ってね、まあ20万だったら賃貸の方がいいよ。貯金払ってね、えー、全然余るじゃんと思っても、えー、インフレが進むと、これが今でいうところの家賃40万とか80万になると、ね。その時ね、貯金ありよと思ってたのは逆に2分の1とか4分の1の価値しかないと。まあ、これで進、えー、んでね、暮らしていけるんですかってことですよね。 まあそういうのを考えると、えー、あながち買うっていう選択肢もね、えー、ないわけじゃないなと。あと、借りた方が良い場合、ね、これはもう過疎化、過疎地、ねえー、田舎で買うっていうのはね、もうほぼ、えー、先ほど出てた、えー、家は資産じゃないっていうのをね、まさに典型例ですね、8割、9割持ち家の地域でね、えー、家,家を売り出してもね、えー、さらに 人口減ってるのにね、買うわけないと、買う人いるわけないと、ね、で賃貸出したって、8割、9割持ってるんだから、賃貸需要がないと、もうこういうところで買うのはもう、えー、本当に馬鹿、まあ、げた選択なんでね、これはもう、えー、どう考えても買わない方がいいと、あと相場より高い場合、ねまあ、いいとこだからっていって、加熱しちゃう物件ありますよね、人気物件が中古で出たと。 ね、言った場合は、えー、結構ね加熱する場合も多いですねえー、ガンガンね売り主が、えー、業者に変わっちゃって業者はきれいに直してね毎週オープンルームやってると、まあ、そんな物件買ったらね高い物件買うことになっちゃうんで、まあ、そういうのを買うとね、まあ、買ったとたんに実は、えーまあ、値下がりしてるわけじゃなくてただ単にね高く買った分損してるということになりますでね引っ越しができないならえっ、ー、と そうですね相場より高い場合は買わない方がいいとで、経済的にどうするか、どうするのが得かを合理的に考えると、値上がりする物件を見つけて、そこに引っ越すと、家の近所とかで探すんじゃなくて、日本の中でどこに家を買えば得なのか、どの物件を買えば得なのかを見つけて、そこに引っ越すと、これをやるのが合理的。 あるいは引っ越しができないならね、値上がりする物件を見つけて、そこに住めないならそこを賃貸で貸すと。で、自分も賃貸で住むと。ね、先ほど言ったあの、周り、持ち家だらけの地域でね、えー、賃貸出しても誰も借りてのいないようなところだったら、逆にね、えー、賃貸で住もうと思えば、そこそこいいとこに住めますから、そういった場合はね、えー、賃貸で買って、自分も賃貸で住むと。まあ、しかしね、この合理的なのを実行する人は少ないです。 まあ私はやりましたけどねそんなわけで、まあ、あの単純に、ねえー、不動産買った方が得か買わない方が得かっていんじゃなくて、まあ、どこに住んでてどうしたいのか、ね、子供はいいのかとかね仕事は何か、まあ、そういうのによってね、えー、全然まあ最適な答えっていうのは変わってきます、ねえー、不動産買うが得か、えー、借りるが得かとかいう一色たでね、えーこうえー、算数の問題みたいね正解こちらって決められるもんでもないと。 で私自身はね、その自宅を2回買って売ってます。で、さらに投資物件もね、20件ほど売り買いしてます。まあ、不動産仲介としてね、えー、自宅や投資物件の売り買いを400件以上まとめてます。まあ、さらに、まあ、買取転売会社に勤務して、100件近く、えー、転売してます。そんなわけでね、社宅とか、まあ、家賃80%補助,補助でね、結局、買わない方が得な、まあ、大手企業のアナリストとか銀行員、 まあ、結局こういった方がね、えー、賃貸が得ですって言ってる場合が多いんですけど、まあ、そういう方のアドバイスとかね、まあ、逆にかいや買った方が得に決まってんでしょうというね、えー、家は買った方が得なのにね、本人は買ったことない不動産会社の営業マンとかよりね、役立つアドバイスができますんで、まあ、自宅を買うべきか借りるべきかね、えー、迷ったらご相談ください、まあ。単純にもう賃貸って決めててね、引っ越し先の相談なんかを受けたこともあります。えー、これ別に個別サポートっていうのはね、 会員さんのお金の得、あるいは、ね、分からないことを解決法に教えて、ストレスを減らすというのがもうサポートの内容なんでね、不動産は別料金ですということはないんで、金額的にも大きいですしね、コツコツと小銭を稼いで、不動産で大損したらもとも子もないんで、何か買われる前に、ね、ご相談いただければと思います。以上、天板アカデミー堀秀夫でした